八田玉勝体系王子は、アスカ時代の皇族。古事記では、八田王。金明天皇の第一王子で、母は、戦火天皇の王女、石姫王女。美達天皇の同母に、体系の称号を有するところから、金明天皇の講師であったと思われる。しかし、政治的史跡は何も伝わっておらず、日本初期巻十九金明天皇十三年四月に八田玉勝カ子。 こうせぬとあるだけで、死因などは不明である。金明天皇は、未魔な復興のために、朝鮮半島に軍を派遣しており、その会もなく、金明天皇23年には、未魔なの日本府が白木によって滅亡させられている。そのことと何か関係があるのだろうとも想像される。二子の皇居した年に、くだの生命王が、釈迦仏の近道像一体と、はた若干、 教論若干巻を献上したと初期にはあり、蘇我稲目が、向井原の家を清め払って、寺として仏像を崇めたところ、薬病が大流行し、溶接する者が数多く出て、治療することがかなわなかったために、物延部おこしと中富の鎌子が、天皇の承諾を得て、向井原寺に放火して、ガランを怪人とかし、仏像を南波の堀江に流して廃棄している。ミコが、 八田王女の矢田部を継承していたとする説もある。ありがとうございます。